ける。 私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったか。使えるやつだといいな。
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅、俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オオカ、案内してやれ。心得ました。では、行こう。ようこそ、歌方。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の際、もっとも普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく中津国に来てからまだ日は浅いのか。何、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな。急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ。冗談だ。そんなか。さあ、入ろうか。長い間、主のいなかった家だ。一通り必要なもの。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな。何かと不自由。まあうまくやってくれ。さて、じゃあ次は。来たか。すまないが一緒に来てくれ。戦の時だ。お頭、遅くなりました。敵は雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。大岡と共に里に迫る鬼を撃て。モノノフを名乗るに足るか、その力。いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて、人の世を守らん。行け。そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だがこれが歌方。8年前の大曲時以来、私たちはただこの世に溢れ出た異形の奴らは人の魂を食らい、時の因果を壊して日の本の大半はすでに異界に沈んだ。あの美しかった森も今や歪んだ塀。人の住まう地をこれ以上犯す。一匹残らず殲滅する。よし、では任務に出るときはそこの受付で記帳していくのが決まり。詳しい話はユウに聞いてくれ。はじめまして。私ここで皆さんにお願いする任務を管理しています。任務を受けられる際はこちらに記帳していってください。戦場にはそこの出口から出発。突然の任務大変だと思います。どうかご無事で。何時に英雄の。こんにちは。頑張ってください。
ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取行くぞ。我ら鬼を撃つ鬼とならん。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それもモノノフの務めだ。気を散じるな。まだ来るぞ。
げだ。一気に片付けるぞ。多分御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂、心強い我らの味方だ。誇るといい、御霊と心を結べるのは才あるものの負の証なのだから。達成だな。御霊と魂を結び、異能の力を引き出す。